さあ、寄ってきましたけど。まあまあまあ、車の出入りが激しいね。ちょっと、一人一人出た方が良さそうね。よいしょ。くるくるぐっと回って回って出るか。京南店自体は、丸安時代に、ちょいちょい来たことがあるんですよ。で、当時、だいぶ前ですけどね、こっちの方に仕事で来とった時なんで、高千穂とか、真っ先の方にね、その時以来なので、結構久しぶりではあったんですけど、これで近鉄道路だっけ、マックス適当言ったな。よいしょ。もう絶対使いこう。感想としては、まあ、だいぶセントラル化を進めたんですね。それで、売り場面積を少し拡張したんですね。肉切るところとか、水産デリカもちょっと縮小してんのかな、バックヤードの方ですね。縮小して、全部、あっちの方に当てるっていう形ですね。これも、曲がっていったらいいや。ちょっとジャスコ寄ってトイレ借りてもいいし。ボロボロのジャスコっすね。なんならあそこは旧ジャスコじゃなくてサティですもんね。旧サティのところ、なんだっけ。サンバレーやったっけ。サンバレーは、あっちか。南の方か。何やったっけ、もう忘れた。まあ言っときましょう。まあでもあれですね、デリカは一部、弁当とかも結構セントラルが入ってましたけど、お寿司と一部弁当、丼物とか一部、ちょっとシズル感が求められそうなものに関しては、インストアで、やってるみたいですね。水産と畜産は全部、セントラルなのかな。まあ、その分、調理場に使ったスペースを全部売り場に当てて、その分、ドライ日配を拡充してますね。多分日配を拡充してるんじゃないかな、あの感じだと。特に。多分日配の売り上げ比率を上げた方のが、あれなんですよね。あらりとか多分取れるとかっていうのはあると思います。価格設定から見てもね。はい、した。じゃあ、ぼちぼち戻ってきましょうかね。もうこっから多分、一回閉めといた方がいいかもしれませんね。多分、こっから先何もないと思うんでね。まあ、あとは、時間も時間なんで、ぼちぼちと戻っていこうかなと思います。どっか行ってもよ、牛トラ？牛トラはもらってきてるから、ちなみに、マリアスも、まだ、置いてなかったですね。おせちじゃなくて、恵方巻きのチラシですね。いつも確かマリアスって結構ギリギリなんだよな。どうしような。いや。この待ち伏せで帰ろう。